有沢さん、日大戦勝利おめでとうございます。ありがとうございます。リーグ戦最終戦でしたが、どのような気持ちで挑みましたか？前回早稲田戦で、負けてしまってですね、先がなくなってしまったんですけれども、リーグ戦最終節ということで、自分たちが1年間かけてやってきたことが本当に正しいということを、各自が証明しようということで、試合に挑みました。相手はすでにトップ8優勝を決めている日大フェニックスでしたが、いかがでしたか？はい、日大フェニックスさんはトップ8優勝ということで、もう非常に強くて、最後の最後まで本当勝てないんじゃないかと思ったんですけれども、最後、ちょっと運も味方して、勝てたと思います。日大さんにはぜひ甲子園ボールで頑張ってもらいたいと思います。東京ボール進出が決まりましたが、意気込みを教えてください。はい、次の試合でもですね、今年のチームのですね、次の試合では今年のチーム本当最後の試合になってしまうんですけれども、法政大学の理念の通りですね、自由と進歩のフットボールをですね、最後に対軍できるような試合を、京都大学さんとやっていきたいと思います。それまでですね、最後の1プレーまでですね、選手ともに成長していきたいと思います。以上、有沢ヘッドコーチでした。